炎上する競馬場のスタンドハッピーバレー競馬場火災は、1918年2月26日の香港ハッピーバレー競馬場で起きた火災事故。600名の犠牲者を出し、香港史上最悪の火災となった。イギリス統治下の香港において、最初にイギリス人らが在住した土地が後にハッピーバレーと呼ばれる沼地であった。その後土地が改良されて住みよくなると、 イギリス人らは他の植民地域と同様に競馬場を作った。これが最初のハッピーバレー競馬場で、当時は香港で唯一の競馬場であった。この当初の同競馬場のスタンドは竹製で、これが後に崩壊、及び火災拡大の原因ともなった。事故当日は当時のハッピーバレー競馬場で行われていた周年大祭の二日目開催が行われており、競馬場には 多数の観客が詰めかけていた。およそ午後3時ごろ、当日の第5競争で、大穴場券が飛び出したことに騒然となる中で、突如観客のいたスタンドが崩れる事故が発生した。この時点で少なくない圧死者が出たとされる。そして崩れたスタンドの下には屋台があり、崩れた衝撃で、これが横転、スタンドに引火すると芝叩く間に火が燃え広がった。 この事故による死者はおよそ600名に上り、これは1868年に香港に消防署が作られて、以来最大の犠牲者を出す事故であった。墓地に混流された異例非火災から間もなくの3月初旬、現地の病院、東海医院の主導の下で初め喜び、テイコさんの構想に依頼し、鎮魂の祭祀が行われている。その後、 香港政府に被災者のための公立墓地設立が働きかけられ、事故から4年後の1922年8月に、コーヒー園墳場という名の墓地が作られた。墓地名は、元はコーヒー園であった土地を墓地に変えたことにちなむ。ありがとうございます。